はい、皆さんチュース。はい、てなわけでね、タイトルに出ている通り、自作で作った僕のスタジアム、ご覧ください。どうぞ。はい、てなわけでね、こちらですね。まあ、見てわかる通りも、周りボロボロなんだけど、まあ、これがね、なんかいい感じに、なんていうのかな、なんか激戦区を繰り広げたというか、まあ、一回ズームして見てみましょう。こんな感じで、もう崩れてる、もう崩れてる、もはや崩れてる。でも、まあね、ここら辺はまだ生きてる、生きてる、うん。他死んでるみたいなこと言うなよ。チーン。はい、まあね、こんな感じになっています。ちなみになんか空洞ではありません。まあじゃあ早速回そっか。はい、それでは早速一回ね、なんか一発で壊れそうな気もするけど、何で回そう。ラバーも、ラバーはちょっとあれじゃん。いや、一回俺がナッシングで回す。ナッシングで回す。はい、じゃあこいつでカオス、グラビティ、ナッシングで一回、回してみたいと思います。一回でぶっ壊れる可能性もありますが、ありますので、じゃあ軽めに引こうか。怖い怖い。カバーは？カバーつけない。はいよ。怖っ。あ、じゃあつけるか。じゃあ一回なしだ。いきます。怖え。3、2、1、ゴー。シュ。お、全然いくじゃん。溝にめっちゃハマるけど、すげえなんか動きが面白い。アイアンでやってみる？これ削ってねえか、大丈夫か？わかんない。アイアンドライバーでやったら一発だよね、絶対。荒ぶってんすけど。ナッシングさん、こんな荒ぶる子だっけ？違うね。削れた。重っ。あ、削れた。ほんとだ、削れた、削れた、削れた。気を取り直してカバーをつけていこう。まあこれ未完成なんでね、言えば。そう、失敗作、初めての試みで。そう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 。まあね、次このオリジナルスタジアム出すときは完成体で出したいと思いますんでね、その時はお楽しみにしていてください。じゃあ一回回してみたいと思います。じゃあアイアン、まっため。3、2、1、ゴー。シュ。お、回る回る、全然回る。アイアンはダメ。ただここでみんな多分止まるんだろうね。アイアンはダメ。じゃあ分かった、これでいく。よかろう。一回じゃあバトってみようぜ。どんな動きになるのや。面白いね。全然だって普通のスタジアムと違うからね、動きが予測できないよ。うん、だって石のスタジアムだからね。いくぜ。3、2、1、ゴー。シュ。おお。勝った勝った。なんか音がなんかシュールというか。カン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 。静かだね。静かだね。空洞じゃないからかな。そうだね。空洞じゃなくて全部石でできてるから音が響かない。自分で作ったベイスタジアムを自分のメインベイで回すんだ。3、2、1、ゴー。おっしゃー。あかんな、すげえ勢いで削ったわこの子。それな、うん、じゃあ俺は自分のスタジアムをぶっ壊しにかかります。これはめてないから危険だよ、これごと吹っ飛ぶ可能性あるよ。大丈夫大丈夫。いい、大丈夫。痛くないもん。痛くない？男の子だもん。女の子ですけど。そうだね、君チンチンなかったね。ないけど。これ通常でいいんだよ。じゃあ、え？いや、いいよ、俺も通常で回すから。多分お互いぶっつんこうだよ。ぶっつんこうだよ。3、2、1、ゴー。痛い！かけらが僕に飛んできた。あんな、うまく回れん。てか、リブート発動すんだ、ここ。あ、もう発動してる系男子。あ、今発動した。音わかんねー、めっちゃ静か。あとこれ色付けもしたいよね、あのアニメ。面白いね、こうやっていくんだね。おもろい、普通に面白い、楽しい。
どうしよう、普段と全然違うね。ね、全然違う。じゃあちょっと俺ガチカスタムしたバルドゥールさんやっていきたいと思います。これロックめっちゃ硬くしてあります。違法改造ではありません。ドライバーとレイヤーの相性を確かめてしっかりとカスタマイズしました。ロックの硬さはもう音でわかるでしょ。もうねボンドじゃないから何もつけてないから、今のメリメリメリっていうのがねこいつのロックの辛さを物語ってるんじゃないかなと。それでは早速やっていきましょう。これは普通に打てばいい、普通に打てばいい。俺が作ってカスタマイズブラックバルキリーです。いきます。3 3 3。すごく突っ込みどころ満載なことしてくれたけどじわるな。うるさい、やめろ。3 2 1 GO。 めっちゃ静か、うん、もうダメだ。うちのバルテルにアタックで来るのが間違いだから。ビタッて止まった、ビタッてね。なんかで来い。おお、アタックで来るのが間違えて言ってるそばからアタック出しやがったこいつ。いいぜ、かかってこい。いくぜ。はい、いきます。3 2 1 GO。 すげえ、ベイブレードが当たる音しかしない。うん、なんかギュイーンとか音鳴らない。はい、貴様の攻撃力では僕のバルドゥールには勝てない。おお、よかった。すごいね、コトコト言う。コトコト。おもろいね。3 2 1 GO。いけいけバルドゥール、バルドゥール。昔は金色を使っていた僕ですが、その昔の金色は今ここにある。なぜ使わなくなった、汚れること気にしたらもうダメだな。なぜこいつを使わなくなったか、それはこういうことだ。そうだ、こいつはリアルバーストしているんだ。そのうちかっこよく飾ってやろうと思います。元通りだ。どうしたの。現実逃避をしているんだ。じゃあ、はい、上がってこい。お前防御相手に持久で来るのが勝つ気満々か。うんうん、先端によくわかんないのついてた。お、それをカメラにちゃんと見せなさい。はい。遅くて近くないから全然わかりません。わ、はい、かりません。やりましょう。はい、行くよ。なになになに、物理なんだけど。まあ、いいでしょう。3 2 1 GO。 すごい回っちゃったよ。うん、そういう軸先だもん。で、段差で大体力持ってかれてるよと思って。そうね、ガホンってハマったもん、さっき。ほら、もうダメだよ。Oh yeah、 なんか止まるときすぐ止まるね。ピタッて止まる。うわー。はい、ってなわけで、まあね、今回実際やってみましたけども、このスタジアムいけるね。いけるいける。完成品を皆さんお楽しみにしてください。もうボロッボロ。ボロッボロ。ね。これをまた作って完全にもう、スタジアムの形を整えて、もうひび割れ一切なくして、コーティングしてから動画撮ろう。うん、何でコーティングするの？俺の液体で。いいじゃん。やだ。